皆さんこんにちは、スモモト飼い主です。今日は楽しくお家で遊んでいるわけなんですけれども、まあちょっとね、昨日の動画を見ていただいたらわかるかと思うんですけれどもね、左足をちょっと散歩中に怪我してしまったんですけども、無事即回復しました。はい、まあ、全然浅い傷だったんでね、こうやって歩いたらついてくる、そんな可愛さまで見せる、そんなチワワです。まあ治ってよかったね。すぐ治ってよかった。うん、やっぱ若いっていいね。すぐ治るから。若いかは知らんけど。この歩いたらついてくる仕草かわいいね。でも追いかけたら逃げちゃうから。あ、笑顔、すんごい笑顔、ニッコニコ。やっぱ休日は一日一緒にいるからとても良きですね。つまもちゃんも僕に構ってもらって楽しそうです。急に夜も暑くなりましたね。もう僕も冬の格好してますけれども、もう寝るときは半袖短パンでいいんじゃないかと思えてきました。もう腕も足もまくってるしね。うん、暑い。そんな天気、季節になってきましたね。あ、かわいいな。おもちゃ持ってくのかわいいな。まあ皆さんもね、体調管理のほどは、季節の変わり目でもあるので、体調管理の方は気をつけましょう。そう、雨もね、最近よく降るしね。梅雨も入っちゃうし。うん。ワンちゃんにとってもね、もしかしたらその環境の変化というのは、傷大丈夫？大丈夫だね、もう。環境の変化がね、出てしまうということで、皆さんも気をつけてください。ここまでご視聴していただきありがとうございます。なんと、チャンネル登録していただくと、スモモがハピネスをお届けしに行くかもしれません。高評価やコメントもお待ちしております。Twitter、Instagram、TikTok も投稿していますので、そちらのチェックもぜひお願いします。